どうだよ、始まりました。あ、こんにちは。チャンネルです。早い。始まってないね。はい。いや、さあ、いよいよ、トイック900点プロジェクト。ちょっと、プロジェクトだけど、I suggest you. はい。Please I suggest you とは言えないんですよ。Suggest to you. あ、はい、はい。Please change the title. あ、タイトル。うん。まあ、もうでも、ね。600。いや、低いよ。低いよ。600。ダメダメ。はい。あ、なんか、本当に。あ、はいはい。それでね、I have many, I have a lot of excuses. Excuses about this score.、はい、maybe wrong. まだ見てないですか。はい、これ出すんで、はい、最後の構成がね、ちょうどね、試験直前で忙しかったんですよ。忙しかった。ね、これ構成して、はい、失敗してやりとりが忙しくて、英語の勉強がね、ほんのちょっともうダメですよ、もうちゃんと、はい、でもそれで一応おかげさまで本になったんで、はい、オイラーの公式サブチャンネルの方でいろいろ喋ってるんで、そちらはぜひともね、はい、くだらないサブチャンネルですけど見てください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ開けて、開けんの、はい、だってプライバシーの侵害とかそういうのないいや、ないです。だって得点恥ずかしいじゃん。だってあれだよ、いいじゃない、どうせ受験料払ってるし、いいじゃん、そんなこと言わない、受験料払ってるしで、ね、だってどうせあの親父バカだとかさクソとかコメントに書かれるんでしょ。でしかもそれさ見て喜んで消さないんだろ。いやちゃんと頑張ってるんですよって書きますよ。だってすげえバリ雑言、バリ雑言、ハウトゥーセイニングしてバリ雑言。何バリ雑言？バリ雑言も知らないの？知らないよ。バリ雑言。バリ雑？バリ雑じゃねえよ。バリ雑言が並ぶのさ、俺だって心が折れちゃうよ。さあ、ちょっと待ってね、今隠してちょう。あ。感想どうだったんですか？だって受けた時、だってこれもいいよ、ね、受けた時どうだった？だってパート1の最初、もう初めての形式だからね、はいはい、でパート1の最初は写真があって、はい、でこいつ何してるかとか、こんなそんな聞き取れるに決まってんじゃんって聞いてくるじゃん、うんうんうん、でそしたらその写真がなくなって、そうです、ね、なんかうわーって最初その2個目はあれですね、で誰かしらで、ってあで最初のうちは分かってたけど、だんだんこう1個あれなんだっけ、うん、ってなってるうちにもう次話してるんだよ。そう、人が聞いてないで話してないね。で俺実は英語の試験っていうのは最後に受けたのは中学3年の英検3級、もう30年前で、その時中学2年 か、うん、か2年で英検3級だから、まあまあ英語得意だった。俺中3で3級だろ。もう分かった分かった I'm winner ね、 ね、中学2年の2学期ぐらいに英検3級だったで、その頃はまだ英語好きだったから、でその時英語を育てた親戚のお姉ちゃんがいるんだけど、うん、その時面接の対策として、面接で確かなんかカードを読んでそれについて面接官が質問するじゃん。その時一番いい答えは I beg your pardon。 答えじゃない I beg your pardon で、何度 I beg your pardon って言えば向こうは何回も質問してくれるから、で I beg your pardon って聞いてるうちにちゃんと考えて、でちゃんと答えるっていう、その技を信じてたら、うん、I beg your pardon って言えば Nobody何も言わないじゃん。当たり前ですか、ね、当たり前です、うん、聞き返せません、うん、でそうしてるうちにどん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 進んでっちゃうじゃん。そうしたらもういいやになっちゃダメです、そこ。ちょっといいやになっちゃダメです、いいやってもらって投げ出さないでください、そこは人は話聞けってなってくれるね。どういう意味なんだって、俺初めて。いいよ別に何見られたって。すいません、でもこのいろんなものがね出ちゃうから、うん、隠します。いや住所とかダメですよ、特定、YouTuber 特定されちゃダメですよ。ダメなの、いいよ。だって可愛い女とかいっぱい来たりするんじゃないの。しないでしないね。いやいや、いろんな、だって教育系 YouTuber のイベント行って分かってるじゃん、可愛い女の子が来るって。来ないの。そんなんじゃなかったじゃない。そうなのかな。あれだけね、だってかっこいい人たちがいて、うん、言っちゃいけない、こんな。そうね。さあ、では、はい、得点発表したいと思います、はい、最速ですね。得点はこちらになります。なんてんだよ、よじゃん、早く見せろ。こ、リスニングが425、なんでだよ。リスニング250、リーディングが400だから865。いやもう見せた後に言っても無駄でしょ。865、リスニング255、リーディング220で合計475点。え、何、半分狙ったってことですか。そうですね。
俺ハーフしか回ってないから。もう後半リスニングはもう後半も苦痛ね。だんだん何言ってるか分かんないし。リーディングをどう。でリーディングにやってやってうるさい終わったと思ってじゃあリーディング。でも一応あの精読するタイプだから。ああね、ああじっくりね。だからそうそうね公式問題集解いた動画も上げてますけど。そうそうはい遅すぎるって、はい、でそうしていくうちにまあまあねちゃんと読んでいくうちにまあもう穴埋めはでもどうだリーディングの半分は、はい、もうああこんなのえ終わるわけねえじゃんそうそう今回のためにちゃんとあの腕時計やりますって腕時計ちゃんと用意しますそして見たらねあもう無理じゃんそうそう無理じゃんであれだよ同じマークをずっと続けると減点されるとかないされないないないじゃあ俺 B 型だから全部 D でいいやっていうそんな感じでした、ね、それ何問ぐらい B オール B が多分後半の 2,3 列はああ30問ぐらいそんなもんかな、うん、それでやってたわけですねすいませんそうで、うん、でこれ今日は1月の16って言ってるんですねそうです、はい、1月の15 ってことは1月のは終わってるんでねで1月が終わったじゃないですか、はい、で1月の開封動画は俺撮らないあそうなの、うん、だってやだだってやだだって1月は俺実はね試験の日に馬刺しに当たって食中毒でね熱が出ちゃったんですよそれ俺じゃんでだから、ね、それ俺じゃん全然あそうじゃあ一緒なんで嘘だけどほんとねもうねどっかで聞いた話だ12月よりももっとダメだったもっとダメだった、うん、だってそれで見たいいろいろ体調とかもあるんだけどもう、ね、全然集中力コンセントレーションですか、うん、コンセントレーションコンセントレーション、はい、ゼロ、はい、ゼロゼロゼロ、ね、でもう前回よりも塗り絵状態だったかもしれない で1月って言えばだっけなんて指導あはいはいはい、指導メンタルドクター指導先生指導先生ねドクター指導、はい、と一応勝負してる、はい、なんかそれでじゃあちょっとキャンセルなんか負けた額の100倍の値段を払うお金を払うとかそんな差額を指導先生実は近々これを覚えるからいいのそうだで1月だからですねまあ一応いいよやるよ開封動画するけど開封しますもうあらかじめ受験料払うあらかじめ言い訳ねあらかじめ言い訳で一応1ヶ月空くんでねそうなんで3月は頑張るもう一応本も出ちゃったんですねそうやることないわけじゃないんだけど一応毎日投稿してるんでやることないわけじゃないんだけども真面目に勉強しますお願いしますよ誓いますはいI swear ですね。I swear。ではその内容分析。そうです。はい。アビメっていうですね、得点率が出るので、はい、アビメがこうなってますね。それ何？どういうちゃんと分析してるんですか。だから後半だから全部、はい、考えたとかそれだけ。どれだけできたかっていうことは加えてみて、このだから三角のところが平均なわけですよ。はい。なるほどね。あ平均いってるのがある。短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて。詳細が理解できるそうですね言ってるところもありますね1個だけだねできてるのは文法とできてる短い会話これとこれできてるのがあるんだ一応この2ついやもうだから予想通りです、うん、そうなるだろうと思って、うん、あ全てはもうフォーキャストしてる、うん、もう予想通り全然全てお見通しお見通しそれだから言ったじゃないですか多分だから600はいけないから4500、うんだろうなと思って。あじゃあぴったり渡さんね。あじゃあ予想通りってことでじゃあこの企画はもうおしまい。なんでだよ。そこから上げる企画。短めの会話のそうそうここがやっぱり高く出るんですよ。どうやっても、はい、でこれが一番低く出るんですよ。このフレーズや話しての目的が暗示。これが圧倒的に難しい。暗示。メタファー。メタファーは暗示じゃないです、ね。暗喩です。私の専門。そうこれがだから一番難しいんで。だから順当というか、うん、力として。出ててで長めの中の具体的に明確なこれもだから簡単めなんで、はい、だから平均が67-79じゃないですか、はい、でそこが両方とも高く出てますよねだからなんとかしなきゃいけないのはやっぱこれですね詳細ですね長めにおいて詳細が理解できるっていうのと、ね、次回会話でこれですね明確に述べられているここの2つをもっと上げる必要があるなっていうわけですねだからリスニングはそこです。あ、これリズムね。そうです。知らなかったんかい。だから解き方まず知らないでパート3、4、うん、そこをちゃんとやっていかないといけないですね、はい、レクチャーしなきゃいけないですね、はい、そしてリーディングの方ですね、はい、あ、語彙の平均が低いやっぱ単語力を上げなきゃいけないですね、はい、で文法力が74でこれはだから平均を超えてるわけですよお平均超えてるんで、はい、でまあただもう少しちょっと上げないとまだ足らないんでここはやっぱ素人トイック素人ですって言ってでも80とかすぐ行くんで、はい、
なんでそこを開けるのと5位はやって、まあ、パート7をねちょっとできるようにしないといけないんで、はい、まあ、パート5が遅すぎるっていうのもあるんで、はい、5のスピードを上げてかつパート7の解き方を知らなきゃいけないんで、とかね、私ちょっとこれから精進するように、はい、7ちょっとね、はい、チェンジマイマインド、そうチェンジマイマインドなんか、いや心がね多分右に来た心臓が